改めましてオンギターミスター石原慎一郎ギター、 Thank you シャラ。あのボーカル新原実、ベースギターミスタータラチン寺澤光一ベースギター、オンドラムスミスター樋口宗隆オンドラムス、 Thank you。楽しんでますか。まあ、もともとスライというバンドは1994年だっけ、結成は。もともとはシャラのソロアルバムを作るということで僕のところに電話がかかってきて、それから気がついたらバンドになったという、なんか珍しい感じの、珍しくもないのか、こういうことようあんのか、あるんだな。4年間やってきたんですけども、まあ、樋口さんはもう、いろんなことを覚えておりますけども、一言で説明しようと言っても、あの方はなかなか奥が深いもんでですね、ああいうふうに親分肌に見えるでしょ、とっても面倒見のいいお母さんみたいなところありますからね。僕は東京に出てきた頃、1981年春です、樋口さんのマンションに転がり込んで3ヶ月ほど一緒に暮らしとったんですけどもね、初めはものすごく気を使ってて僕なりに綺麗にしたつもりが、樋口さんの綺麗好きはその100倍上行ってましてですね、1週間もせんうちにお前何もするな言われましてね、樋口さんにパンツやらいろんなもの洗ってもらって、もご飯も食までしてもらって、もう本当の家族以上のなんていうか付き合いでやりました。まあ音楽の方もものすごいこだわるというか、曲作り、あの当時まだね MTR とかそういうものがあんまり普及してない、まあまあ MTR はあったか、プロデュースみたいな便利なものがなくてね、曲作りレコーディングやって言うとね、シャラの家に電話がかかってくるんですよな、朝8、いや夕方ぐらいか、シャラの家に電話がかかってきて、樋口さんから曲作ろう、電話越しで曲作り始まるんですよ。そうだよね、おいシャラお前みたいなフレーズちょっと書け、作れ、 それをねこうギターで拾ってって拾ってね、そのふんとじゃないふんやふんそういうね、すごい細かかったよね、細かい細かい、まあ音楽に限らず何でもこう一つ好きになると、料理でもゴルフでも車でも、もう突き詰めて突き詰めてプロですからね。もうゴルフなんか俺もマジでプロテスト行こうかな言うとったもんな。言うてたね。樋口さんマジでテスト受けんのみたいな何この空気そんな話するなよ。まあそんなわけで、とても楽しい4年間になりましたけども、スライでは次行きましょうか。あ、その前にスライって聞いたことなかったでしょ、手を挙げて。嘘やろ嘘やろ気を使ってるんやないかみたいな。じゃあスライのバンドの名前がついた曲です、聴いてください。 This one is called Sly!
曲になりました。スライム国境ね。 This one's called Kingdom Come。
一緒の新一郎寺沢光一新原実平内宗茶が元気でどうもありがとう。楽しんでいってください。